掛け人は新しい歴史教科書を作る会の藤岡先生でございますので、これ簡単にですね、この緊急集会のご説明をいただければと存じます。はい、皆さんこんにちは。こんにちは、藤岡でございます。私も北海道生まれ北海道育ちで、この連続講演会の、主催者であります小島さんと同じ立場でございまして、私は岩見沢で生まれて釧路で育ちました。樋口中将の働きがなければ私もこの世に存在していない可能性が大であります。心より、感謝したいと思っています。杉原中尉のことはほとんどの歴史の教科書が書いていますけれど、樋口喜一郎のことは書いている教科書は、唯一私ども新しい歴史教科書だけです。岡部さんが産経新聞の記事を書く前から教科書に書いてありますのでぜひお確かめいただきたいと思います。さて、札幌市と江別市の中間に一つの塔が立っておりまして、ここのチラシにある通りです。北海道100年を記念して、北海道が江戸地から北海道に名称が変わったのが明治2年です。それから100年ですから、1968年に100周年の記念事業をやりまして、でその事業の中心事業の一つとしてこの北海道100年記念塔が建てられたんですね。北海道としては初めて設計コンペというのをやりまして、なんと299件の応募がありました。有名な建築家の黒川紀章さんも応募いたしましたが、当選したのは一級建築士になりたての29歳の青年でありました。それが井口健という方なんです。で、もう高齢なので、耳が遠くて、筆談を私は先日札幌でお目にかかってしてまいりました。それで、今まで私が疑問に思っていたことのいくつかが評価しました。この塔を、これは100年ですから、100メートルの高さで作られています。北海道の開拓に尽力した、多くの人たちの、血と汗のですね、その働きに対して感謝と慰霊の気持ちを捧げる、そういう記念の塔です。でこれが、一部のアイヌ団体もいろいろあるんですけど、一部のアイヌ団体が、これを早期解体せよという要求をしております。でその要求に応じたかどうかはわからないのですけれど、北海道は、この塔はですね、その北海道会議100年を記念して5億円で建てられたんですね。その半額は道民の寄付で賄われております。ですからこれは道民のものでもあるわけです。でその塔をですね、5億円かけて作った塔を7億円かけて解体するということを決めたんです。でこの塔は100年持つことを当然の前提として公募しておりますから、それを50年で解体する理由はないんです。でこれは、しかもですね、この塔を作った、ゼネコンの会社と解体する会社が同じ会社です。でこういうですね、バカなことを北海道がやり、知事が推進し、でそして道議会がこれを承認している、そういう状況が生じているわけですね。でこれは今北海道が置かれている状況を実に象徴的に示す出来事でして、たかが塔のこと、それは壊そうとどうしようと大したことないというふうにお考えかもしれませんけど、これは北海道というもののですね、
北海道が日本の、領土であり、そして日本人が作り出したその大事な場所なんだ、ところなんだということを、これを守り抜くかどうかのですね、一つのシンボルなんですよ。ですから人間はシンボルの動物なんですから、この記念塔を黙って解体されることを私たちが見逃したら、それは北海道を手放すという意味とほとんど同じです。ですからこれに声を上げることを絶対必要だと私は、考えて、小島さんと同じ生まれの同じ立場にある小島さんと2人で相談しまして、共同代表として、特に若い人たちを組織している、そういう人たちに、身近な人たちに呼びかけて、とりあえず呼びかけ人に参加していただいて、11月中に唯一得られた会場が16日のこの1階下の 2A の会場なんですね。区民センターの。それでそういうわけで、現地で一番調査を、ものすごい調査をして、一番戦っている海道、匠さんという人をお招きして、直に現地の状況をお聞きし、その背景に何があるかということも含めて、で私と海道さんの対談、土産子にとって、開拓とは何かという、こういう対談も予定しております。ぜひ16日時間を取って、お越しいただければありがたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。11月の16日に、夜6時から行います。よろしくお願いします。それではこれで、今日本日の全ての日程を終了いたしました。大変多数のですね、皆さん方においでいただいたことに心から感謝を申し上げ、また次回おいでいただけることを心からお願いをいたします。それではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。自分の座った椅子を持って